私は初めてジャパンアクターズテレビで立ってさせていただきます。あ、もう一回あったことがありますけれど、最初の紹介でだいたい予測がつくと思いますが、今日は若い大型カップルがゲストに次々に出てまいります。では最初に、吉田仁さんをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。吉田としです。はい。それから、金子ゆきさん、ゆみさんっていつも言っちゃうんです。すいません。ゆきさんです。よろしくお願いいたします。はい。はい。金子ゆきです。よろしくお願いします。もう一人ゲストがこの中の中に入っておりますけれども、はい、もうこの二人だけでも十分私顔はでかく背は低くということなんでございますけど。さらに大型カップル、カップルじゃないわね、大型の、若い人たちが出てまいります。吉田さんからどうぞよろしくご紹介を。はい、それではビューティーマイセレクション東京、モデルコンテストのグランプリ、第6回のグランプリ、内田武人くんです。はい、内田武人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。そして澤田佳奈子さん、はい、よろしくお願いします。そして第7回のモデルコンテストのグランプリ、武田葵くん。わお、お願いします。武田葵です。そしてひかりさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ、吉田さん、もう本当に私あなたとね、はい、あなたの、はい、ご夫婦の間に入ってるだけでもいつもね、なんか林の中に入っている気がしてたのに、さらにね、皆さん、ね、大きくていらっしゃる、まあ、もちろんモデルさんってこともありますけれども、皆さん今こう新聞を持ってらっしゃるけど、この説明をどうぞしてください。はい、はい、私が編集長をさせていただいてます B2B という美容情報誌を発行しております、はいはい、こちらの中でもご紹介させていただいてるんですが、マダム美智子さんに登場していただいて、はい、今回と前々回とモデルコンテストのグランプリの2名ずつと対談をしていただいております。そうですね、はいはい、私は顔なじみですから、すでにもう前に驚いてるんですけどもたくさんのねモデルさんを見ては来てるんですけど、なかなかこれだけね大きい方々が揃う、しかももうね現代的にお顔がちっちゃくてスタイルもいいってことなんですけど、そういう方々との、まあ、ご縁というかね、それを吉田さんからどうぞ。そうですね、ご縁といいますか、あれですよね、指導してらっしゃるってことですね。そうですね、演出をさせていただいたり、そう指導させていただいたりっていうところでの、モデルさんとの出会いがあって、そして皆さん頑張っていただいて、その中で、グランプリを数々やっていただいて、そしていろんなファッションショーにも出ていただいております。そうですね、はい、そしたら、第6回の誰だっけ、はい、あなたは、はい、ご自分のちょっと自己紹介をどうぞ。はい、内田武人と申します。内田武人、はい、BMS、 こちらのテレビにもビューティーマイセレクション東京という、ファッションオレンジグランプリ第6回で、グランプリ、おめでとうございます。ありがとうございます、はいはい、ちょっと昔から勘違いとかいろいろそういうのあったんですけども、今はだいぶ何のかね、そうなんですよ、ちょっといろいろとなんか、なんでしょうね、勘違いというか、なんか思い込みが起きたりとか、ちょっと天然が入ったりするので、それでよく、勘違いというか、なんか人とちょっと違うよねっていうことはよく言われたりするんですけど。でもそれは個性とも言えるからね。そうですね。はい。いいと思います、ね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、お隣の。はい、ビューティーマイセレクション第6回グランプリになりました、澤田佳奈子です。よろしくお願いします。
今回この B2B の表紙にもありました。おお、素晴らしいですね。はい、はいはい、ではどうぞ、あなた、あ、どうぞ、はい、はい、あ、大きい、もう見られちゃいますよね。身長が、身長191って、もうね、バレーの選手だとかそういうサッカーの選手の方たちに、はい、どうぞ。はい、ビューティーマイセレクション東京8の、グランプリを、え、あ、7ですね。ビューティーマイセレクション8か、7の、グランプリをいただきます、武田葵です。はい、よろしくお願いします。はい、お隣。はい、ビューティーマイセレクション東京7でグランプリをいただきました、ひかりです。よろしくお願いします。で、この新聞とのね、つながりなんですけれども、私が一番最初に、ご縁ができたのが吉田さんでね、はい、で吉田さんは今は演出とかそういうを主にやってらっしゃるけど、もともとは役者さん。そうですね、俳優として、いつこの窓という番組に、このね、テレビのね、テレビの番組に、はい、役者として、芝居の共演者として、登場させていただきまして、そこで、片岡さんとも窓でも今は役者さんとその比重としてはどうなんですか。もう比重としては、モデルファッションショーの、演出企画プロデューサーとしての、役割が圧倒的に広がっておりまして、でもまだ役者をやりたいわけ。そうです、老後の楽しみに老後の楽しみ、はいはい、で金子さんはこの新聞を、はい、あの編集長なんですけど、はい、この新聞を作るきっかけは、もともと私自身がモデルとして活動させていただいていて、やっぱりね、はい、純ソムリエモデルということでお酒の記事を書いているライターのお仕事をさせていただいてました。はい、でそれがきっかけで、こちらの編集長になることになりました。お若いんですけれどね、いや自分が年取っちゃったから、20代で25とか6とか8分ぐらいで何かやってるとすごい若いと思っちゃうんだけどそうでもないのかな。いやいや、もう全然大丈夫です。ね、それでモデルさんたちのなんていうのかな、育てて、まあ、あなたが教育をして、はい、でこの紙面を飾ってもらって、そうですね、それから、はい、ファッションショーとかっていうのに出ていただくんだけど、皆さんはどうなんですか、モデルさんオンリー、はい、モデルだけ、はい、全員そうなの。主に僕はちょっとおしゃべりの方もやりたいなと思って、うん、MC とか、うん、それをちょっと勉強したいなと思いますね。今ファッションショーっていうのは数としてはどうなんですか。いや、もう都内でいうとものすごい数のファッションショーが行われてます。あ、そう、そうです、本当いろんなところで、もう月に何本多い日のこと、多い日、多い日、月で、多い日で、あ、月で、びっくりした、日で、そうなの。結構地方とかも多いので、東京以外でもやったりとか、はい、してます。私が北海道なので、いまだに北海道の仕事があって、はい、あったりとかも。どうなんだ、私は美容家なのでね、美容家でもあるので、はい、本当に昔は、イーノホールとかね、ああいったところで、その、なんですか、そのウールのね、会社がこぞってやるとか、そういう大きなファッションショーをやってきたんだけれど、一時はもちろん皆さんより背の低いモデルさんだったんだけど、今言ったように、一時はものすごい、女も男も、180センチぐらいになったんだけど、あんまり日本のモデルさん使わなかったのよね。ほとんどね、外人さんで、実際その頃はもう足の長さ、手の長さ、腰の位置もうすごいかっこいいから、我々美容師が髪を引くときはこう座ってるんでも椅子の上に乗っかってね、こうやるとかで、立って直すときはもう本当にこう、なんていうのかしら、見上げちゃって大変で、ちょっとかがんでみたいなね、感じだったのね。それがこの20年ぐらいの間に、こんなにね日本も成長しましたね。だからね、もうね、モデルさんに会ったとき、あ、時代は変わったなっていうね、感じがね
すごくしたのよね。それとファッションもネットでもどんどんやってるし、それからテレビでもやってるから、数として私減ったのかと思ってたら、そんなことないってことね。そうですね、多いです。あ、例えばどういったところでやるんですか、場所でいうと。場所はその大きいところもあれば、小さい、最近多いのは、大きいところの他にクラブであるとか、イベントスペースであるとか、そういったところのファッションショーも、なんかどちらかというとエンターテインメント要素が増えたファッションショーが多くなったファッションショーです。なるほど。そうするとどうなの、エンターテインメントってなるとどういうふうにやるのかな。例えば歩くんでも、ただの歩く、はい、歩き方じゃないってこと。楽しく歩くっていうか、楽しく場を盛り上げて歩く、自分も楽しく、お客さんも楽しくっていうショーが結構増えてきてる感じがします。じゃ乗せるってことね、要は。乗せるっていう。あ、そういうことは自分で得意だと思う。どうですかね、一応なんか服を着たらスイッチ入るじゃないですけど、だからこう頑張るぞみたいなのはありますけど。どうですか、そのお客さんが乗ってくれる時と乗ってくれない時あるでしょ、はい、で乗ってくれない時どうする。乗ってくれない時ですか、乗ってくれない時でももう何でしょうね、僕の場合はもうそれこそこのステージだったら自分がスターを見ちゃうので、うん、もうそのだから、なんかもうお客さん運のもあるんですけど、お客さんが盛り上がればいいかなみたいな気持ち。かっこいいわ、それ。ぐっそりさせるとか。そういう、そういうことかしらね。やっぱりグランプリが言うことは違います。ステージは楽しく歩くのはもちろんなんですけど、最近ステージにも立ってその場でヘアをやったりっていうパフォーマンスの超すごいやっているので、ヘアショーね。吉田さんが、はい、俳優を目指すっていうことで指導するには、とてもかなってるわね。そうですね、やっぱりその表現力や、想像力やそういったことも必要になってくると思います。ただ歩くっていうあのモデルさんプラスアルファのところが今されてます。それからほら子供さんね、今あなたのこの、はい、私がもう本当にびっくりしちゃったのは、まあ、あなたがお腹が大きいから赤ちゃん抱いてるって分かるけど、この方が赤ちゃんおんぶしてね、あるファッションショーにあの伺った時に、あら赤ちゃんおんぶしてこうモデルさんこうこってたちはね、これも世の中あったと思ったら ね、 ね、だってイケメンっていうんじゃなくてイクメンでしょ。 それがその、ま、全く日常とは関係ないようなファッションショーの場でこういうことができるってあんまり私はちょっとびっくりはしたけど、そのうちにあんまりね、奇異に感じなくなってくるっていうのが、まあ、現代なのかなっていうんでびっくりしちゃいましたよね。だから彼女はようやく入りましたと言うけれど、太ってるんだ人だったらこんなあなたここに入らないけど、ちょっと横向いてください。何ヶ月でしたっけ。8ヶ月ですよ、ね、だからこういうことをね、あの見ていただく方がね、ぜひ学んでいただきたいってことはないけれど、やっぱりお母さんがね、お腹にいる時からお母さんが綺麗にしているってこともね、まあ、あの教育の音楽を聞かせるのと同じで教育かなって、本当にこの驚かされたっていう方々なんですね。でなおかつやっぱりそのまず年を聞いちゃいけないけど、年ちょっと聞いてみて。ちょっと聞いていいですか。今年23になるんです。え、23になっちゃった。あ、まだ来月になります。今22。あなたは31です。あ、ね、ありがとうございます。え、モデル歴何年。モデル歴は、6年目ですね。6年目、はい、それで31、はい、であなたは27で、何年。まだ1年ちょい。あなたは。私21です。あ、ね、皆さん20代で、あなたは27で同級生です。あ、本当の同級生。あ、本当のというか同年代にいるわ。同年代ね、はい、で、あなたは。私41になる。それでちょっとね、あのね、平均年齢上げて。でもね、
20代でね、要するにモデル年齢っていうのも長くなったんじゃないの？そうですね、長くなりましたね。いや、本当そうですね。やっぱりその見た目年齢が若くなりました。うんうんうん、そうですね。それが大きいんですよ。だから、そのこれからは、まあ、おばさんとかね、まあ、普通で言えばおばあちゃんで、お孫さんをお守りしてるような年代の方々を、まあ、どんどん出していくっていうようなものも持ってらっしゃるのよね、2人はね。そうですね。やはりその最近ですと健康であるあの高齢者という方は本当に今多いので、そういった方々が次の要求としてその状態を見せたいという要求があるという、うん、ものすごいあるみんな。そうですね。そういった人たちに、ファッションショーに出てで見てもらうことによってより健康になる、また、ね、うん、またその若返るっていうことはありますよね。皆さんその長くやりたいと思う？モデル、うん、長くはやりたいですね。一応小学校2年生の頃からずっとキッズモデルからやってるので、ああもうかなり長いんだ。そうですね。なんかモデルなしの人生があんまりちょっと考えたことないので、はい。じゃあ結婚はどうですか？結婚はそうですね、今回その B2B でもちょっと結婚をするとかだったんですけど、ちょっとまだ考えてはない。あなたはどうですか？31っていうとね。そうですね、やっぱりちょうど、まあ、僕の周りとかもみんな結婚したりとか、してる子はやっぱ多いですよね。ただまあ、なんでしょうね、そういう意味で言うと東京とか行ってきちゃうと、どっちかというと仕事を頑張る人とかが多くて、まあ、結婚とか後回しとかなっていうのを考えたり思ったりはしますけど、まあ、そういう意味で言うと、まあ、正直できるなら1回はしたいですね。1回はしときたいって言ったことがあるんですけど、1回はしたいです。最近のほらおばさまたちは元気で3回4回って私もそばにもいますからね。うん、それもありかな。じゃああなたはどうだっけ？この間もちょっと聞いたけどね、やめられないでしょ。そうです、まだもう自分のこともまだそんな、なんていうか、こうちゃんとできてないのに、その責任はまだ負いきれないかなと。あなたは？いや、私もなんか仕事をモデルだけじゃなくて喋りの仕事とかもこれからもやっていきたいんですけど、まだやっぱりまだ21っていうのもあって、自分がやりたいことまだやりきれてないので。ほら、あの今回のね、はい、新聞はあなたの企画なんですか？結婚なんですか？そうですね、うん、はい、これはどういう意図で？もともと私がですね、モデルを始めたきっかけがブライダルモデルとして、はい、始めるきっかけになったので、そういう意味でもすごく結婚っていうものに対して思い入れがあって、で、日本でもよく言うんですけど、ジュンブライド、季節的なものっていうのもありまして、はい、結婚特集をやりたいっていうことで、はい、企画を練らせていただきました。はい、それで、今回このお二人に結婚したら、はい、なんか本当予想事のようなだから、はい、まあそうですね、私の周りにいる30代40代でも結婚考えてないっていう人が多いから、ましてや20代だと思うけど、最近タレントさんでも若くして結婚する人、はい、多いです、うん、ショックを受けた女性やら男性やら多いんじゃないかとね言われてますよね。まああなたは41だから、はい、別に特別ね、出会いっていうわけじゃなかったかもしれないけれど、こういうお仕事しててやっぱり結婚って考えてました？もう本当、30代、40代、劇団時代やそういったことは全く思ってなかったですね。結婚の手の字も思ってなかった。彼女の魅力に惹かれて、そうです、ね、さっさかと結婚しちゃったって。二人の子供の父親になろうとしていると、こういうわけよね。そうですね。でもその結婚したことによって、子供が生まれたことによって、すごい自分自身が勉強するようになりました。どんなふうなこと？その家族のことであるとか、あと対社会に対してのこととか、そういったことをすごく勉強するようになりました。それはもう本当、今まで、考えもうん、だからよく子育てっていうのは実は自分育てなのよね。やっぱり子供を通じて我慢しなきゃならないとか、はい、ね、
どういう順序で物事を伝えなきゃいけないとかって、だからそれがまだ20代だったら自分がどういう何をしたらいいかよく分かんないっていうことなんでしょうね。だけどこう華やかなところにいると、まあ男の人はどう考えてるか分かんないけど、結婚とは別にね、老いってことは考えない。考えます。どう、まあ、大して若くしてさ、失礼だけど20代だからね。そう、でも自分の母親を見ると楽しそうだから、なんか老けたくないとか年を重ねたくないっていう感覚があまりないですよ。あ、なるほどね、はい、それはいい環境に育ってるわよね、はい、まあ、楽しく生きていければいいね。そういうのどう、かなこさん自身は。そうですね、でも子供産んですごく自分が老けたなって思うことがないです。ない。そうですね、私はね、あの28までにあなたたちの話したけど3人子供を産んでるんですよね。で31だと2だと忘れて、あの今映画の方やってる品川博士を産んだんだけれども、私は逆に早い時に子供産んじゃって、早くそこからの逃れるってなんかおかしいけどね、じゃないと年を取ってからだとあの子供のエネルギーに対応できないんじゃないかなっていう、自分の好きなことがやろうと思ったけどくたびれちゃうとかならない間にっていうお話をね、あのしたことがあるんだけど、あのやっぱりモデルさんっていうのもこの置いていくっていうことがあっても、それがこう魅力になっていくようなモデルさん、そうですね。私はね、あのちょっとの時代にはモデルさんでミスユニバースになった人も2人いるんですよね。今も日本で何が出てる、伊藤絹子さん、これはあの2位になったんだけれど、もう世界で日本のモデルさん、モデルさんでしたよもちろんね、スミレモデルグループっていうところの、でその人が世界でミスユニバースかなになるっていうこと自体ももう知見ですよ、うん、でその時に言われた美しい体ってどういう体だったと思います？みんな知ってる？有名になった言葉あるんだけど、知らない？有名になった言葉があるの。そう、それがあのいろいろな下着やなんかを作る時の土台にもなった。美しい体のね、なんていうの、数値で言うの、数値で。数値で言うの。知らないんだ。そんなのスリーサイズとかじゃない。そうじゃない、そうじゃない。発動心。ああ。ね、だから、頭、ね、頭の形から発動心っていうあののが最高のなんていうのバランス。それである有名な下着会社が、あの日本全国のそういう体型のうんぬんたら絶対日本人は8頭身は無理なのよ。それで 7.3 頭身ぐらい、だからもう普通の人でも顔の 7.3 倍であればスタイルがいいと。だからそれに合わせてガードルを作るとか、ブラジャーの位置を高く取るとかっていうのを作ってきた時代がずっと続いてたのね。そしたら今こう見ると何頭身、ちょっともうちょっと前ですね、何頭身ですかね、下までは取れないですかね、9はない9とか10頭身になっちゃったのよね。だからある時期から本当にお顔がどん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 小さくなってって、で顔が小さくなって背丈が伸びなければ、まあその頭身8頭身ぐらいなんでしょうけど、手足も長くなっちゃったじゃない。そうですね、だからそのことによって海外に出ていかれるようになったんだよね。だから海外のモデルになるためにはまずその8頭身以上じゃないとダメね。で8頭身以上になった人が、要するにヨーロッパだとかアメリカのファッションショーに出ても、その東洋の魅力、だから東洋の魅力って、あの松本ひろ子さんという人がいてね、こうカッパで真っ黒な髪で、この人はあのカッパだったかな、誰かの専属モデルになったんです。でこれはもう非常におカッパがあの頭が似合うので、モデルとして小柄なんだけども、なんていうんですかね、こう出てきただけでこうすごいあの目立つっていうかね、そういう人はあれだけど、
その後出てくる人はもうみんな外国人の中に入っても身長が負けないの。だからまず身長ありきっていう感じですね。少しない顔はね、まあ、ちょっとぐらいおへちゃでもね、あのスタイルが良ければっていうの。ほらもうこうみんながね、こんな風に大きくなってきたから、今度モデルとしてのさっき言ったみたいな個性がどのようにあるかっていうことがね、長く新鮮な状態でいられるっていう感じですね。でそういうことを吉田さんはもう彼らには教育っていうのはないでしょ。そうですね、もう今はどちらかというと現場で会うことが多くなってまして、レッスンなどは特にはまあたまには金子さんは今度自分の体としてだと2人目を産むわけでしょ、27歳でね、はいはい、でどういうふうに考えますか、自分の体の変化はどうなってなって。でも1人目の時20キロ体重が太ってしまったんですけど、うん、割と6ヶ月ぐらいで戻って元よりもそうですね、ちょっと痩せたぐらいだったので、なんかそこの体重の変化っていうのはそんなに気にしてない。気にしてはないんですけど、ね、妊娠してもちゃんとね元の体重にね、私がよくこう、まあ、美容体操なんか教えたりとかそういうことありますでしょ。そう、私産後太っちゃったっていう人がいるわけよね。産後って言ってもですねって50ぐらいの人がね、産後太っちゃってて産後って言うかなとでも一番産後の産んだ後6ヶ月間ぐらいが一番体の変化が起きるとで痩せやすいって言いますよね、うん、そうですね。だから私なんかはもう本当に、4人やっぱり産んでも今よりよっぽど痩せてましたよね、うん、だからちょっとこう太らないとあまり年取るとねシワシワになっちゃうから、もう私は後期高齢者だから、もう今年で75だから、まあね顔がでかい、態度もでかいと、もうね、多少ふくらもすると、これはしょうがないとは思ってるんだけれど、皆さん方は、やはり、なんて言うんだろう、このスタイル維持っていうことも大事なんだけど、まあ、健康でね、本当にパフォーマンス力がある、ね、そういう人たちが、素晴らしい賞を組めるし、お芝居的な要素もあるような、まあ、ファッションショーみたいなね、あなたが言ったようなことってあると思うんですよね。だから自分が描く人ってどんなもの、本当はこういうのやってみたいんだよっていうのはない？さっそうと歩くじゃないですけど、まあ、そんな当たり前なんですけど、1万人くらいのところ。ああそう、1万人ということになると武道館とか、武道館なんか全部から見えるからね。そうです。ああ君はどうですか？僕は逆に言うと今の日本の、まあ、僕が出た中なんですけど、まあ、普通にこう、まあ、当然歩くのもあるんですけど、はい、どちらかというとなんか日本の腸の僕の印象とやっぱりフォーメーションみたいな感じでタイミング合わせて。例えば3人が出て3かけるタイミング合わせていこうとかっていうのが多いんですけど、逆に言うとその何でしょうね、そのなんとかコレクションとか、それみたいな感じの本当にいわゆる正当なやつをちょっと1回はやってみたい、経験してみたいなっていうのは自分の夢目標というか夢として、今はどっちかっていうと弾けた方が多いってことね。そうですね、そのいわゆる今のエンターテインメント的なショーのものは多いかなとは思います。はい、あなたは？私もできたら大きい会場で自分の表現の曲でどのぐらいこう、なんていうか皆さんの曲っていうことをちょっと挑戦していきたいと思います。あんまりそのなんていうのこうバーッて歩いてこうとかそういうのは少なくなってますか？少なくなってますね。あれですよね、シンプルなものが少なくなってますね、やっぱガールズプロジェクトの影響もあるんですけど、それがすごくエンターテインメント性があってで、たくさんの人が日本が日本のファッションショーのあれがこう発展したとか、なのでブランドさんのコレクションでもう全然マネキンのようにやる方法が全然あるっていうのはなかなか、やっぱりね
あの洋服がものすごくあの価格もね安いのであってもファッションショーやるんだけど、はい、私たちが見たのはみんなほら向こうのカルなんだとかやれなんだとかっていうすごいその超ブランドだから、はい、あのそういう洋服を着こなすってまたただ歩くだけでもまず品格がすごく求められるでしょ、でやっぱ大きな舞台をこう一人で歩いて、何時、まあもちろんこう当然のことをモデルさんとすれ違ってうんぬんっていうこともあるんだけれど、そのなんていうかな、今私が思い出してもやっぱりかっこよかったですよね、もう一切こびない、もうだからこうやって歩いてポーッとやこうやってっていう、もう一切お客さんがあの私のことをこのそれでって言われるのはね、自分を見せるんじゃなくて洋服を見せるんだよって、あんたが見せるんじゃなくてもう洋服をどんだけ綺麗に見せるのかっていうことを忘れちゃいけない、ちょっともうショーの始まるもうちょっと歩いてみるときのでもすっごくうるさくなる、それで始まる前にね、そう終わってからお疲れ様って飲んだりするんですよ、始まる前にね、ワインからかな、へぇ、これからこうよってね、でその演出家に聞くとね、もうこれ以上できないと自分には、舞台に上がっちゃったら例えばそこで寝っ転がろうとさ、ストップはできないんだと、だからもうみんなもう文句は言わずにお願いするよねっつってね、先にねあの乾杯しちゃうの、乾杯っていうかちょっと飲んで勢いつけて出てこようみたいなね、こんな感じで、まあ、全部が全部じゃないんだけどそういうショーもあってね、もうびっくりしちゃったことありましたね、それはいつもあの何度も言うように舞台に上がったらもうあなたしかないのよ、いくら厳しく言われようとこうしなさいって言われようとない、それがもう昔のファッションショーが徹底していて、その音楽にしても光にしてもいかにしたら自分をきれいに見せてくれるようにやってるからダメとかって言うんだよっていう、あんたをきれいに見せたいと同時に洋服があの何のテーマかっていうところを見せたいんだから、あのそんなにかってダメだとかって言うじゃないの、そういうんでも入ろうっていうような厳しさもあったし、お酒飲んで一応やるかみたいなねガラッと変えてっていう、うん、そんなこともありましたね。ですからやはりその時代とそういうお客様との一体感ということを求められるのと、ショーとしてファッションとしてやるっていうのがね、また戻ってくるかもしれない、うん、今回あのグランプリを取った皆さんたちは、うん、どちらかというと自分を見せることにうまくいったり、なるほど、ね、でブランドさんの、衣装を着て出る時もあると思うんですけど、その時はやはりブランドさんをよく見せる、うん、その数パターンのモデルさんとして、仕事があると思います、ね、でもね、私はこういう方たちとね知り合えてね、ものすごく良かったな、こういう形っていうあなたたちの方にもそうなってねつまり、私たちぐらいの年になっちゃうと年だからしょうがないわとかってなっちゃわないで、やはりこの若い人たちと一緒にね、まあ、なんかまた新たなね、プロモートをしたいとかいろんな思いがもう生まれてくるっていうことがすごくね楽しいなと思いまして、今あのカメラが向かってますので、皆さんあのにこやかにね、していただいてね、あのまだお時間は大丈夫なんでしょうか、もうそろそろですか、あと何分ぐらいですか、あと5分ぐらい、じゃあこれからの希望をあなたから言ってみましょう、はい、これからの夢、はい、関東ではもちろん地元の東北も盛り上げつつモデル活動を中心として頑張っていきたいと思います、はい、じゃあ次の、はい、はい、あなた、はい、はい、最近はちょっと筋トレとかすごいやるようにして、言ってみたらその場で脱いでって言われても脱げるようになったら作る作ってはいるのでまだまだちょっと早いですけど作ってはいるので、はい、やりつつ、まあ、モデル活動もそうだそうだ、そういうの私セクシーになんなきゃダメよってその前言ったね、なかなか男になんなきゃダメよ、そうですそうです、それも目指して今ちょっと体作って、なるほど、はい、で、まあ、モデル活動もしつつ、うん、今さっきちょっとちらっと
た、MC みたいなおしゃべりできるような仕事をしつつ、東京、関東もそうなんですけど、地元僕新潟なので、あ、そうなんだ、そっちの方でも何か活動できたら、どん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 盛り上げていきたいなと思っていますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお隣は、はい、大きい目標が一つあります。それも海外で活躍したいというのがあるんです。なんでそのためにまず場数もいっぱい踏まないといけないし、体も作らないといけないし、もうそれもプラスこうファン方々、応援してくださる方々にも恩返しじゃないんですけども、頑張って姿を見せていきたいなと。それと語学は、はい、語学は全くです。ダメだわよ。語学も頑張ります、ね。やっぱりほら、はい、指導が厳しいから、そういうのに耐えられるような語学力もね、つけないとね。あなたはどうですか？私はもう地元にいた時、結構タレントの仕事が多くて、東京に来てから地方の仕事をここ1年くらい来たんですけど、はい、先日は札幌コレクションっていうのを北海道で一番大きいストーリーをさせていただいて、はい、次の目標としては25歳までに東京ガールズコレクションに出たいっていうのが一つの目標として、あとはもう私は結構おしゃべりなので、うん、お仕事とかバラエティのお仕事とかもしたいなって思います。お話を生かしたいってことね。そうです、はい、仕事として、はい、で、リーダーとしてはどうですか？まずは、B2B をもっと盛り上げていきたいなと思っていて、あとは私は働くママとして、なんですかね、そういう方たちが、子供を産んでからも仕事をしたいなって、新しい夢を持ちたいなって思うような女性になりたいと思います。なるほど、素晴らしい。旦那さんも、吉田さんは締めてください。やはり私が今やっているファッションショーという、分野の人はすごく活性化をするなということを思うので、地域の活性化であるとか、ブランドさんの活性化、そしてモデルさんの、仕事の幅を広げるようにして、人が集まる場所をどんどん広げていって、そして日本を盛り上げる。なるほど、日本を盛り上げる。ちょっと皆さん、もっともっと寄って、ちょっとみんなの顔がよく、どうでしょうか？あ、ちょっと見えない。どうだろう、もう少しちょっと吉田さん、ちょっと低くなってあげて、ちょっと、はい、いや、君たちは高くなってるのよ。高い君たちが見えないから、どうでしょうか、若い、グループでもすぐ年取りますからね。年を取ることを言ってるんじゃなくて、年を重ねてもモデルさんとしてのね、魅力、人からああいう方の着ているものを着たいとか、ああいう動きをしたいとかっていうようなモデルになれる、ね、そういう方たちであってほしいなと思っておりますので、どうぞ皆さん、君の内田君かな、顔は見えないよ、はい、そう、そんなような形で応援していただけたらと思います、はい、どうもありがとうございました。みちこチャンネルでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。